ああ。期限が過ぎた以上、新しく書類を作り直せにゃいかん。ああ。だが、この書類の用紙はストックがない。役所に取りに行く必要がある。ああ。しかし、まだ他に書類の整理は残ってる。誰かが書類の整理は続けにゃならん。お前、やるか？パスだ、おっさん。用紙取りに行ってくるよ。何枚いるんだ？話が早くて助かるな。2枚だ。ラジャー、行ってくるよ。あれあれ、重症だな。あれじゃ、今日は使い物にならんか。ああ、俺だ。すまんが、少し相談に乗ってほしい。お、帰ってきたな。どうしたんだ、高行さん。こんなところで。何かあったのか？俺は玄之丞に頼まれてね、こいつを持ってきただけさ。そうか。孝太郎、お前に仕事だ。その地図の場所に行って、そこを一日監視してこい。周りに溶け込んで目立たないようにしてな。何かあったのか？まださ。だから監視するんだろ。高行の袋を持って行け。着いたら中を開けて確認しろ。役に立つはずだ。わかった。とりあえず監視すりゃいいんだな。なんかあったときはどうする？そのときはお前の判断に任せる。その方がやりやすいだろう、お前は。期待してるぜ。共同経営者。ああ、任された。じゃあ、行ってくる。単純なやつだね。帰ってきて何分も事務所にいなかったな。うまくいくかな。わざわざここまでしたんだ。言ってくれんと骨折り損になる。うまくいってほしいね。まったくだ。ここプールだよな。おかしいな。もしかしてこのプールでなんか事件が起きてんのか？そりゃプールにも人は集まるし、昔からプールの幽霊とかよく聞く話だけど。おっさんもヒントくらい言ってくれりゃいいのにな。これだから昭和生まれは。ここで合ってる？市民プール。ちょ、サヨタン、何してんだ？孝太郎さん、どうしてこちらに？こっちこそ聞きたい。サヨタン、どうしてここにいるんだ？こないさんに頼まれて、このメモのところで気の流れを監視してほしいと言われたんです。
おい、待て。もしかして。ちくしょう、あいつらはめやがったな。どうしたんです？何かあったのですか？あ、その、なんだ。実は俺もここを監視しろって言われてきたんだ。そうだったのですか。ここは問題の要と認識されているようですね。そうとなれば急ぎましょう。おい、待てって。どうしたのですか。あ、いや、その俺も一緒に行くからちょっと待ってくれ。はい、わかりました。サヨタン、遅いな。まさか水着の着方がわからないとか、そういうわけじゃねえよな。余計な気回しすぎだよ。まあこうなったら遊べるだけ遊ぶか。お待たせしました。すみません、意外と着るのに手間取って。いや、まあそこまで待ってねえから大丈夫。しました。いや、あ、なんだ、そう、サヨタも水着着るんだな。ええ、フミコさんの家の温水プールに入る際に多少覚えました。でも西洋の生地は苦手なのです。締め付けが強いですし、布地も少なくて。じゃあよし、とりあえず周りに溶け込めって話だから泳ごうぜ。そうですね。しかし泳いでいるとどうしても監視そのものは甘くなってしまいます。光太郎さんだけ泳いで、私は監視に専念した方が良いのでは。ま、ほどほどな。気張りすぎると周りから浮いちゃうぞ。思うのですが、音量して周囲から身を隠してはどうでしょう。そうすればその心配もありません。やめとけ、多分意味ないから。なぜですか。それはだな。おい、危ねえぞ。どうしまし、大丈夫か。払うことはないじゃありませんか。ありあり、あんま見事だったからつい。あなたという人は本当あり。もう笑わねえから、ほら捕まれよ。あ、はい。
どうしたんだ？何でもありません。サヨタン、本当にどうしたんだ？どっか痛いのか？いえ、そういうわけではないんです。立てそうか、サヨタン。引っ張るぞ。はい。ほんと、どうしたんだ、サヨタン。いえ、何でもありません。何でも。まあ、怪我がなくてよかった。あっちから回ろうぜ。聞こえませんでしたか？いや、俺は何も聞こえないけどな。でも、あの方が手を振ってますよ。お、レイじゃねえか。お久しぶりです、先輩。お前もプールに来てたのか。奇遇。つーか、なんでお前プールで学生服のままなんだ？泳ぎに来たんじゃなくて仕事なんです。学園祭の件で相談があって、ここで働いている OB の人に用事があったんです。で、さっき終わりました。ああ、そっか、そういうことなわけだ。はい。紹介遅れちまったけれど、こいつは学校の後輩で、カナン・レイだ。カナン・レイです。よろしくお願いします。コウタロウさんの後輩なのですか？結城さゆと申します。こちらこそよろしくお願いいたします。さよたんはいろいろあってな。俺が今やってる仕事で何かと助けてくれてるんだ。うわ、すごいや。探偵さんのお手伝いなんかできるんですか？ええ、習い覚えたことが少々ありますから、それを生かしているまでです。羨ましい。先輩、僕にも何かお手伝いさせてくださいよ。バカ、お前みたいに突っ走ることしかできないやつに手伝いなんか危なくてさせられねえよ。僕だって一生懸命先輩みたいになろうって努力してるんですよ。最近はプチ太郎ってみんなから呼んでもらえるくらいになりました。プチ太郎？はい、プチコウ太郎の略で、先輩そっくりだってそう言われてます。俺とお前を一緒にするなよ。俺はお前ほど無鉄砲じゃないぞ。僕、先輩は目標にしてるのに。俺なんか目標にすんな。だいだい、細っこいお前が俺の真似なんかしたら危ないだろ。大丈夫です、先輩。ちゃんと毎日牛乳飲んで鍛えてますから。楽しい方ですね、レイさんは。サヨさんみたいな綺麗な人にそう言われるととっても嬉しいな。
それにしても先輩、水臭いですよ。こんな可愛らしい彼女さんができたのに全然何も言ってくれないんですから。あの、その彼女だなんて、私。おい、レイ、こんなにお似合いなんですから隠さなくてもいいですよ、さよさん。ねえ先輩。バカ言ってんじゃねえよ。そんな、こんなにお似合いなのに。俺たちは全然そんなんじゃねえって。なあ、サヨタ。サヨタ、知りません。ほら、そういうところもお似合いですよ。そうだ、ちょうどいいや。あったあった。はい、これ先輩。レイ、なんだこれ。学園祭のチケットです。学園祭？お祭りですか？はい、今年もみんなですっごい頑張ってますよ。ぜひ先輩たちも来てください。学園祭か。そういや、最近学校にも顔出してないな。そうですよ、先輩が来てくれないから僕寂しかったんですから。もちろんみんなも先輩に会いたがってますよ。だから来てくれると嬉しいです。分かった、そう言われちゃ断れねえや。俺も久しぶりにみんなに会いたいし。やったー。あれ、なんだろう。どうした、レイ。先輩、なんか急用できちゃったみたいです。せっかく会えたんだし、先輩と遊びたかったのに。急用じゃ仕方ないだろ。また今度遊んでやるから。お仕事とか手伝ってもいいですか？それは遊びじゃねえ。ダメに決まってる。危ねえって言ってるだろ。わかりました。じゃあ今度一緒に遊びましょうね。約束ですよ。それじゃあ僕行きます。学園祭も忘れずに来てくださいよ。学園祭？いえ、学園での祭事など私は聞いたこともありません。ということは学園ではない。他の漢字？学園祭、学園？いえ、学園？それとも果たしてどのような祭りなのでしょう。ミブヤの伝承にもそのような祭りはなかったはず。さて、じゃあ俺たちも行きますか。夏至は過ぎたから、新婚祭や収穫祭はもっと先ですし、汚れ落としの祭りは終わったばかり。サヨタン？おい、どうした？ですが、そのような祭事にどうしてレイさんが参加するのでしょう。そして、私たちを招いた真意は。